皆さんこんにちは、ふみやです。突然ですが、この度 YouTube をスタートします。主にスケートボードについての投稿をしていきます。インスタグラムから、飛んで見に来てくださってる方がほとんどかなと思うんですけど、初めましての方もいると思うので、簡単に自己紹介します。三重県で、スケートボードを楽しんでるふみやと言います。1994年7月24日生まれ。今 iPhone で動画撮ってるんで、ごめんなさい、時計なんですけど、7月25日、そう、昨日誕生日なんです。ありがとうございます。休日などは、スケートボードを、楽しんでて、冬はちょっとだけスノーボードもします。なんで YouTube を始めたかっていうと、その昨日、誕生日で26歳になりました。その26歳になって何かちょっと新しいことを一個始めようかなと思いまして、今この動画を撮ってます。前々から、やってみたいなっていう興味があったので、この動画が無事にアップできてるかわからないんですけど、自分もすごい楽しみです。投稿していく内容については、主にスケートボードについて載せていこうと思ってます。休みが僕バラバラなので、一人で滑りに行く時もあるので、その時は三脚を使って動画回しっぱなしで滑ったりするんですけど、またみんなで滑りに行く時も協力してもらえるようであれば、楽しく滑ってる映像をまとめてアップできたかなと思ってます。でその中でもやってみたいなと思っているのが、挑戦系の動画ですね。トリックチャレンジっていうんですか、チャレンジトリック、どうせでもいいか乗ったことないトリックだったり、リクエスト受け付けて、こう挑戦する時から、もしできればメイクするまでの過程ですね、一本にまとめて、載せていけたらなと思ってます。あんなトリック見てみたいとか、このトリックやってほしいっていうのがあれば、コメントなり、メッセージで、送ってください。その流れでもし、リクエストがあれば、ハウトゥー系の動画も撮れたらなと思ってます。もし、こんなトリックやってほしいっていうのがあれば、ぜひリクエストお願いします。これはまた別で、ゆっくりお話ししようと思ってるんですけど、地元が三重県の鈴鹿市っていうところなんですけど、鈴鹿市ってスケートを楽しむ施設が一つもなくて、みんなが楽しめるスケートパークを作りたいと今動き始めてるところなので、そこの過程もこの動画を通して伝えていけたらなと思ってます。どんな感じで画質とか音質とか届いてるか、ごめんなさい、わからないんですけど、動画は iPhone で撮ってます。 iPhone の XR かな、曖昧なんですけど、マイクも iPhone です。欲しいっていうなら、ブラックアイっていうちょっとレンズを使って若干広く映るようにしてるぐらいで、機材が全く揃ってない状態で、編集もパソコンが今はないんで、携帯アプリで編集するつもりなんですけど、撮影の仕方とか編集、こうした方がいいよとか見やすいよっていうのがあれば、ぜひアドバイスお願いします。機材も後々揃えていけたらなと思ってますので、またその都度で映像をお届けできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。そんな感じですかね。なんか言い忘れてることあるかな。またこの先動画見返すかもしれないんで言っておくと、コロナウイルス、すごい流行ってるので、皆さん気をつけて、お過ごしください。ちょっとしばらくは、県外に滑りに行くのは控えようと思っているので、地元の、同じスポットばっかりの映像になるかもしれないんですけど、皆さんも、体調管理気をつけてお過ごしください。あと、投稿頻度は今のところちょっと考えてないんですけど、なるべく頻度よくアップできるように頑張りますので、もしよかったらチャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。YouTube、自分もよく見るんですけど、オープニングの映像とかエンディングの映像とか、場面が変わる時のアイキャッチでしたっけ、あれとかも全くないので、すごいシンプルな動画になると思います。オフの自分も絡めた映像をこれからもお届けできたらなと思ってますので、また見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。